愛良市立漆小学校は、鹿児島県愛良市加毛町漆にある、市立小学校である。漆地区では、400年ほど前に、集団移住した頃から、地区群れ稽古省と呼ぶ施設を設けて、武芸の訓練を行っていた。明治になり、加毛小学校の前身となる、新おさむ館という施設ができて、学問を教え始めたことに刺激を受けて、 竹むれ子古現在、漆の消防車の車庫がある、あたりに移設して、学問の講義を始めた。これが漆小学校の直接の前身となる。1878年には、新しい校舎を建て、1879年4月16日を、もってメッシトメ小学の名で開設され、この日を、創立記念日としている。1908年現在地に移転した。 1917年4月に高等科を設置し、飯止め人城高等小学校となった。1926年には運動場が拡張され、1927年3月には、新校舎が竣工した。1934年4月29日、地名に基づいて、漆人城高等小学校へ改称した。 1941年4月、漆国民学校に改称し、戦争末期には、種ヶ島からの疎開児童を受け入れた。1947年4月1日、賀茂町立漆小学校と改称し、同時に、賀茂宇中学校の漆文校を併設した。1954年4月1日、賀茂宇中学校漆文校は、漆中学校として独立したが、 その後も漆小学校の校長が中学校の校長を兼任していた。1968年4月に漆中学校は廃止となり加盟中学校に統合されたが校舎が完成する1970年4月まで漆教場として残されている。ありがとうございます。